ウェーブセプター腕時計ウェーブセプター壁掛け時計 ITM-600J-7JF ウェーブセプターはカシオ計算機株式会社が販売している電波時計のブランドである腕時計掛け時計おけ,け時計がある特に腕時計については他のブランドの電波時計機能の総称でもあるマルチバンド5もしくは6のモデルを含めて一部を除いて裏蓋または 文字盤にウェーブセプターの刻印、印字がされている。2004年10月に電波ソーラー腕時計ケースがフルメタル化された以降について、カシオ内ではムーブメントの世代を第一世代第二世代第三世代という風に呼んでいる。カシオの公式サイトにおいてリネージュ、オーバーランド、アイレンジもウェーブセプターの一シリーズと位置付けられている。本校では データバンクを含めて記述する。壁掛け時計、オキット計の場合は、毎時1分に電波受信を開始し、受信成功すると指定された時間まで、次回の電波受信を行わないタイプと前回の受信成功、失敗に関わらず毎時受信を行うタイプがある。受信が開始されると、電波の状態にも夜が2から14分の間で受信状態となる。 デジタル表示があるタイプの場合、受信中に電波の受信感度を示すインジケーターが表示され、受信に成功すると、ウェーブセプターのシンボルマークである、アンテナマークが表示される。受信環境が良くないと、アンテナマークが表示されない場合がある。腕時計の場合、毎日午前0時、1時、2時、3時、4時、5時の1日、最大6回電波を受信し、 自動的に時刻補正を行う。受信環境が悪く補正できない場合は、どのタイプの時計も通常のクオーツ時計制度での動作となる。壁掛け時計、置き時計、腕時計とも手動操作による強制受信機能も搭載している。電池を交換してリセットした時は、最初に自動で強制受信を開始する。なお、下記のうち、マルチバンド5。 マルチバンド6は腕時計の機能である。リネージュリット T100TD-1IF、アナログ表示、デジタル表示、ソーラー充電であるか否かにかかわらず、標準電波受信機能が搭載され、特別なブランドが完成られない安価、中級モデルとして販売される。ただし、そのうち薄型スタンダードモデルは、リネージュ。 大きな時時を採用して視認性を重視したモデルは、オーバーランドのサブブランドネームが付けられている。カシオのアナログ表示の電波腕時計は、デジタル表示のみのものと同じくボタンによる操作となり、長らくリューズがないのが特徴となっていたが、2010年以降、オシオネス、エディフィス、プロトラック、G ショックの一部のモデルから、リューズ操作によるスマートアクセス機構が搭載された。 また、時分針と秒針は別個のモーターで、運針動作しており、インジケータ表示動作あるいはクロノグラフ表示動作となった場合でも、時分針は、秒針とは、独立した動作をする。分針は通常動作時は、基本的に10秒ごとに1度ずつのステップ運針であり、安価な機種や古い機種の場合は20秒ごとに2度ずつ、ステップ運針をするものもある。 5、6曲受信できるモデルは、マルチバンド5、または、マルチバンド6と裏蓋に刻印、または本体に印字されているが、一部のモデルは、ウェーブセプターも併記されている。ウェーブセプター時計、個人向け製品しよう。ありがとうございます。